何キロも町の人たちがいるからこそこの大会が成り立つのであって、本当にいつも感謝しています。ありがとうございます。市外県外からですねお越しいただきました皆さんを、珠洲市民を代表いたしまして心から歓迎申し上げます。ありがとうございます。阿波津の湯とか、そして今年はお雑煮もあるということでございます。菊谷区長さんはじめですね、この阿波津の地域の皆さん、本当にこうおもてなしをいただいております。皆様方にですね改めて心から敬意を表しますとともに、私からも感謝を申し上げたいと思います。どうぞ今日はですねこのコンディションの中で素晴らしいパフォーマンスを見せていただきますように、そして鈴が冬のサーフィンのメッカになりますよう心からご祈念申し上げましてご挨拶といたします。選手皆さんのご健闘ご祈念申し上げます。よろしくお願いします。頑張りましょう。セキサリーと言えや引いてみてください。このままじゃ私たちローカルの皆さん、ローカルと皆さんが、心を通わせる場だと私は思っています。また来年もやりたいと思いますので、皆さん、雪が降るかもしれません、嵐が来るかもしれません、まあ我慢しておくので、この私もこの岬のこの淡路の浜が大好きなんですよ。
うん、この浜まで、また練習にもちょこちょこと来てください。ほんで、また来年もお会いしましょう。